ラナイ島。火山島であるハワイ諸島は溶岩の流れ道として無数の渓谷が誕生した。アフプアは古代のハワイ諸島における土地支配概念のこと、あるいはその構成概念の一単位。12世紀前後の階級制度の出現とともに生まれたが、ジェームズ・クック来航以,以降、ハワイ王国において、 土地の私有化という概念が広まり、1848年の土地法成立によってその多くが崩壊した。アフプアーは山頂から海岸までの渓谷の範囲を一つの共同生活区域と規定し、自給自足的な経済社会が発展した。この境界線に豚の頭を模した木製偶像が備えられたことからこの概念をアフプアーと呼称するようになった。 規模は40ヘクタールから4000ヘクタールまで、大小様々で、アリーと呼ばれる属長を中心とした民族集団が形成され、その土地で得られるすべてを共有しつつ、生活を行っていた。各、アフプアーは、山の上から海に向かって、細長くなっていて、戦場型になっているのが普通である。アフプアーにおける土地の支配単位の故障として、 最も大きいものからアウプに、または、モイ、モクプニ、モク、アフブアー、イリアイナと続いた。構成単位の概要は以下の通りである。アリーアイアフプアーまでの支配者はその上位の支配者によって、統治を任命され、おののの土地のこの引きとして、土地経営に当たった。ありがとうございます。